れ様です。新カメラマンのももちゃんと今日はお送りしますけど、はい、今日はですね、女性のプランナーリリちゃんも一緒に来て3人で撮影するんですけど、はい、寺西くんが実際に俺がいないところで女性プランナーとどんな話をするのか、そうですね、ちょっと気になるでしょ。気になりますね。面白そうでしょ。はい、ちょっと隠しカメラ設置して、はい、ちょっとまあ俺らは、まあ、なんか適当にジュースか何か買いに行くっていう体でどんな話をするのかちょっと一回、まあ、見てみようと思います。楽しみです。早速じゃあ現場行ってみましょうか。はい、うん、とりあえずあれですね、ピンマイクだけ準備してもらって、まあ、ピンマイク準備、あ、そうだね、ね、どうする？サビ止めです。サビ止め、ピンマイクだけサビ止め。前にもなんかサビ止めやって、ね、鉄で、そうですね、鉄、うん、撮影大変？いや、でも、まあ、2週間に1回ぐらいのペースなので全然大丈夫。だいぶ慣れてきたよね、はい、そうですね、はい、楽しい？あ、でも楽しいです、ね、お客さんもパンもついてきたで、はい、いやでも私のお客さんあんまり見てくれてる人いないです。でもリリちゃん、リリちゃん結構書いてあるじゃん。あ、そっちのお客さんじゃなくて、そっちのお客さんが書いてある。俺はもう、あの塗装のお客さんはショーに任せたから、ショーのお客さんクラスに任せたから、 YouTube の視聴者が俺のちょっとお客さんだとか。ちょっとまた撮影するのよと思って、ごめんなさい。あ、サビ止めでいいよ、サビ止めで。で最初デビューした時めっちゃ学んだ。サビ止めがプライマーみたいな。あ、そうですか、はい、あのエポキーなので、はい、そうですね、はい、あ、ちょっと俺車鍵買ったの見てくるわ。あ、了解です、はい、また一回ちょっと待ってて、はい、はい、ごめんなさい、はい、はい、はい、あ、大丈夫ですよ、それあのマイルド防水で。ちょっとあそこに2人いるんでこっそり覗いてる感じですね。気づかんか、気づくこっち、気づかんか。もう全然こっち見てなくないですか。焼肉とかよく食べに行くの？安いところしか行かないです。ちなみにどっちも喋らない感じですか？いや、俺この間みたいなちゃん結構喋ってて、寺西くんが喋らん感じだったから。あ、うん、行くんですか、よく？ん？焼肉食べに行くんですか？あ、でもたまに行くぐらいかな。あ、まあ、たまにしか行かないですよね。そうやね、あんまり。寺西さんもなんか前しか向いてない。ね、全然喋ってねえし。ちょっとかわいそうだな。まあだって2分、今3分ぐらいでしょ。そうですね、3分放置しただけでこれって。やばいね。そうですね、時間なくなっちゃいますよね。早くしんと、どこまで行くんだろうと。賞味今5分ぐらいですよ。あ、全然会話弾んでねえし。あ、開始5分 で、ね、で動画撮ってる時は偉そうにするでしょ、あれ。忙しい？最近忙しいですね、すごい多いです、物件が。そう、はい、忙しいですか、塗装派は？あ、忙しいね。あ、忙しい、うん、どういう感じ、どういう感じ？まあ、いっぱい物件あるって感じ。あ、そうですよね。あと天気で、はい、ちょっと遅れたりとかかな。天気わかんないですもんね、本当に、うん、突然降ってきますもんね。そう、
来ないですね。ダサいな。全然喋れんやん。結構シャイな方ですか？天使くん。はい。まあ男にもそうでもない。女が苦手なんじゃないやっぱり。ああ。職人の世界って女の子いないじゃん。そうですね。一緒に働くっていう環境があんまりないじゃん。ああ、じゃあどう接したらいいかわからないみたいな。そうそうそう。焼肉行きたいねまた。そうですね。高いもんね、マスコ。そうですよね。雰囲気がもう、ね、いい雰囲気でしたよね。うん、ちゃんの方が喋ってるもんね。あ、気を使ってくださ、気を使って、寺西君なんか乗ってってふふふ、雨降りそうやね、また本当に。そうですね、林内ってもう作業できないですちょっともう、寺西さんの視線がめっちゃ泳いでるんすよやばいね、ちょっと絵にならんな、これ動画にならんのじゃねえか夏と冬どっちがいい？冬がいいです。ああ、間違えた、夏、間違えました、間違えました、夏がいいです。あ、冬は嫌いです。だよね。はい。行ってみようか。はい、行ってみましょう残念だね。もうちょっとね、視聴者さんが喜んでくれる手内を見せれると思ったんですけど、まあ、しょうがないね、ちょっとこういいねだけつけてねかわいそうだけど、もう硬派な感じなんですね。硬派だつい車の鍵開いとったわ。ことかとさ、うん、車がどこ行ったか分からないじゃん。なんかネタ考えた。動画畳んでろうか。ちょっとそうそう、壁が畳んだ。全然そんな話してなかったじゃん。はい全部聞いてた。聞こえてるから山本聞いてるから。ずっと何喋ってるか聞いてたから、そこで。そうなんですよ。いや、あそこに実は今まだでもクラック仕掛けとるもんね。もうだって飛ぶもん、Wi-Fi。あそこにもカメラあるし。撮ってたんですか？そう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 。え、会話をそうそうそう。いやいや、塗装の職人さんが、まあ、寺西くん、女性と二人きりになったら、どんなキャラなのかっていう動画を撮ってんですよ、今僕は。あ、今ですか？今ですね。このマイクのやつですか？はい、はい。とにかくこれだけ仕掛けてたの。あ、もうこれ用意じゃない。仕掛けじゃない。そうそう、先にピンマイクだけつけてって。もう。だから何喋っていいか分からなくて。わざわざ喋れんの？いや、喋れるですよ。俺がおるときとか誰がそうしようじゃん。じゃあ、いやいや、喋れますよ。200万ドッキリとか跳ねとるやん。ね、なんか二人やらだめし。結構嬉しそうな顔していじめるって。そうですね。カメラがあると。カメラがあると。自然やったと思うんですけど。逆に自然です。そう。動画の時がもう。あれは別キャラ。だってめっちゃ目を泳いでたでしょ。めっちゃ目を泳いでたでしょ。そうです。めっちゃ気づいとったでしょ。目が泳いでるの気づいてたでしょ。はい、優しいな。後輩になんでこんな気づいたの。そう。まあ本当実際の職人ってね、あのドッキリとかいろんなことやってるんで、僕らも何やねんやってるけど、まあ本当俺らやっぱ職人上がりだで、女性と面識ないから今みたいにね。案外真面目にみんな仕事は仕事でやって一生懸命やってます。また。いいねとチャンネル登録ですね。チャンネル登録、チャンネル登録もしてほしい。ぜひぜひお願いします。はい、ということでまたね、あ、また見てね